私一人では到底ここまで来れなかった。今まぶたを閉じれば走馬灯のように蘇る。なぜ自分がここにいるのか、なぜ自分が戦っているのか、よくわからないけど、初めてみんなと出会った時、なんとかなる気がしたんだ。慕ってくれた。